フロリダはアメリカ海軍の戦艦。フロリダ級戦艦の一番艦。艦名はアメリカ合衆国27番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。フロリダは1909年3月8日にニューヨーク海軍交渉で寄港。1910年5月12日に E.D. フレミングによって命名、浸水。1911年9月15日に初代艦長。 H.S. ナップ大佐の指揮下収益した。カリブ海及びメイン州沖合での広範囲な訓練の後に、フロリダは1912年3月29日にハンプトンローズに到着した伊西洋艦隊第一艦隊の機関として着任した。その後フロリダは航海訓練、艦隊演習、砲撃訓練及び主幹候補生の訓練巡行を定期的に行い、多くの東海岸の港及び、 カリブ海水域を訪れた。1914年初頭のメキシコとの緊張で、フロリダは2月16日にベラクルスに到着しベラクルス占領の間、同水域に止まった。その後7月にニューヨークへ向かい、艦隊作戦に従事した後10月には第2艦隊に配属された。第一次世界大戦へアメリカ合衆国が参戦すると、フロリダは チェサピーク湾での訓練を終えて、第9戦艦部隊と共に、イギリス海軍艦隊に合流するため出港し、オークニー諸島のスカパフローに1917年12月7日、到着した。フロリダは艦隊演習及び展開に参加し、第6戦艦部隊と共に、戦団護衛任務に終戦まで従事した。1918年11月21日には、ホース湾へ抑留される、 ドイツ高速艦隊を護衛するための大艦隊の一部として参加した。フロリダはパリ講和会議に出席するウッドロー・ウィルソン大統領が乗るジョージ・ワシントンを護衛し、フランスのブレストを12月12日、13日に訪れた。その後12月の後半にニューヨークのノースリバーで行われた観艦式に参加し、続いて 平時活動に戻るため1919 19年1月4日にバージニア州ノーフォークに帰還した。5月にフロリダはアゾレス諸島への巡航を行い、初の海軍機による大西洋横断のための気象観測を行った。その後フロリダはピルグリムファーザーズ上陸300年記念式典に1920年8月に参加し、ロバート・ランシング国務長官の南米及び、 カリブ海訪問にも使用された。また、カリブ海での海兵隊の上陸作戦への参加や、海軍兵学校の士官候補生の訓練巡行も、いった。フロリダは1924年6月に、ドック入りし、1925年4月1日から1926年11月1日まで、ボストン海軍造船所で近代化改装が行われた。近代化の内容は、 甲板装甲の強化及び、耐水ライバルジの装着、副砲塔の再配置などが含まれた。4機のボイラーは、石炭燃焼から重油燃焼に変更され、2本あった煙突は1本に統合された。前方のカゴマストは、より低く近代化されたマストに変更され、3番及び4番砲塔後方に設置された。16門の45口径5インチ砲のうち、 船体側面に装備されていた4門は撤去された。2門の21インチ魚雷発射艦も撤去された。しかしながら近代化後のフロリダは数年の活動の後、1930年のロンドン海軍軍縮会議の結果削減されることとなった。フロリダは1931年2月16日にフィラデルフィア海軍交渉で退役した。 1932年4月6日に除籍され、条約に基づき同交渉で解体された。解体作業は1932年9月30日に終了した。フロリダで使用された銀製食器一式は現在フロリダ州知事工程のステートダイニングルームで展示される。館内事象はフロリダ大学のベンヒルグリフィンスタジアムで展示される。ありがとうございます。